皆さんこんにちは、ケースペックの谷口です。今回ご紹介しますのはこちら、ギャラクスセレクト 86&BRZ 専用の OBD2 マルチディスプレイレーシングメーターになります。ケースペックラブ。こちらはですね、この OBD モジュールを接続することでワイヤレスでこちらのディスプレイに回転数、スピード、水温、電圧、ガソリン残量などあらゆる情報を共有することができ、またこの両サイドについている LED と音で設定したエンジン回転数を知らせることができます。取り付けも非常に簡単で、 OBD モジュールを差し込んで吸盤がついてますので、吸盤をメーターに取り付けてシガー電源もしくは直接配線で接続するだけになります。では実際にこちらの GR86 を使って説明をしたいと思います。はい、では、操作説明をします。まず、両サイドについているボタンの説明です。左上のボタンはメニューボタンになります。このような感じですね。で、その下エグジットボタンを押すと戻ります。で、メニューボタンを押して右のこの上下のボタンですね、これで1番、2番、3番という設定になっていきます。で、エグジットを押すと通常のモードになります。では実際に、順番にやっていきたいと思います。メニューボタンを1回押します。で、右のボタンを下を押します。まず1番目、このセットデート、これは日付になります。で、メニューボタンをもう一回押すとこのような形で表示されます。西暦を前にやったり後ろにやったりというようになります。で、ここからまたメニューボタンを押していただくと細かい日付の設定ができます。で、エグジットを押します。で、次に2番、こちらは時間の設定になります。で、メニューボタンを押します。で、ここで時間ですね、このような形で変えていきます。で、時間分秒に関してはメニューボタンを押していくと順次に変わっていきます。はい、次に3番、ユニットの設定ですね。こちらまたメニューを押しますと、スピード表示、こちらをマイル表示とキロ表示と設定が変えれます。で、もう一回メニューボタンを押すと水温ですね、こちらの摂氏か華氏の設定が可能です。で、次にメニューボタンを押します。圧力ですね、これが3種類選べます。こんな感じですね。で、エグジットを押します。で、4番、カラー表示、カラーは8色の中から選べます。パープル、ブルー、シアン、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド。で、またこの通常モードの時にエグジットボタンを押しても色の設定を変えることができます。はい、5番目の設定ですけども、これディマーですね。これは4段階の明るさ調整ですね。メニューボタンを押してオート、太陽光の明るさ、日が落ちていくと、明るくなったり、日が照っているときはちょっと暗くなったりっていう表示ですね。で、1番、2番、3番という明るさの調整ができます。で、次に6番目 LED、 これはですね、こちらの両サイドの LED を表示するかしないかの設定です。
これをオンの設定にしますとこのように光ります。でオフにすると何も光らない状態で、オンに設定すると、1番目の緑、2番目の緑、3番目の黄色、4番目の赤色、それぞれを回転数を設定して表示することができます。ではやってみましょう。はい、グリーン1、これ1つ目ですね。これを、例えば1000回転で設定しますと1000のとこで緑に光ります。次に、グリーン2、2番目ですね。こちらが今1500回転で光るように設定します。3番目のイエロー、イエローは例えばですね3000回転で光らす場合はこのような形で3000に合わせます。はい、で、4番目赤色を光らすのに、今でしたら例えば4500回転、これで光るようになります。こうすることでこちらのディスプレイ表示を見なくても LED の明るさで今何キロ、何回転かっていうのを知ることができます。では実際に表示してみたいと思います。じゃあアクセル踏んでいきます。はい、このような感じで光で知らせることができます。はい、次に7番目の設定です。こちらは警告音を出すための、設定です。例えばスピード100キロになった時点で音を出したり、何千回転になったら音が出るようにっていう設定ができます。では実際にやってみます。こちらもメニューボタンを押して、スピードですね、これ例えば今132キロ出たら音が出るようになってます。これはまあ、上下でスピードをこういう形で変えていくことができます。で次にタコ、今分かりやすいように2000回転で音が出るようにしています。では実際にやってみます。いきます。はい、このように、2000回転いった時点で音と、点滅で知らせることができます。はい、最後にですねここの下のとこの表示ですね、これを変えるには、右のこの上下のボタンを押します。これ日付ですね。でブーストとかいろいろこういう形で変えていくことができます。で、こちらがスピードですね。で回転数でガソリンの残量でスロットルで水温電圧で時刻ですね。はい、このような形で表示することができます。取り付けが簡単でレーシーな雰囲気を味わうことができるこちらギャラクスセレクト86&BRZ 専用の OBD2 マルチディスプレイレーシングメーター、 86&BRZ のお乗りの方おすすめです。よろしくお願いします。ケースペック。